Hey guys. Let's do another one. Hey guys, welcome to 10 minutes English with Reiko. こんにちは、レイコです。10分英会話へようこそ。 Time Magazine に日本のある話題が載っていました。この雑誌はアメリカだけでなく世界の政治、経済、医療、テクノロジーなどさまざまな分野の話題を取り上げているんですが、その中で、雑誌の一番最後の方にいつも毎週こんなページがあります。 Time of Pop Chart、 いわゆるポップカルチャーを扱ったページなんですが、それぞれの話題にいいね、いわゆる Thumbs Up、 またはこのバムスダウンと評価しています。で、ここでは Love it または Leave it と言ってるんですが、なんとここにトトロが登場しました。トトロの話題というよりもトトロのテーマパークが日本のあるところに建設されるという話題なんですが、こう書かれてあります。Studio Ghibli announced plans to build a theme park based on My Neighbor Totoro in Nagoya, Japan. 日本ではテーマパークと言うんですが、英語ではテーマではなく theme です。TH の音で theme park。 何々のテーマというのも同じで、それも theme と発音します。その話題にアメリカは Love it と言っています。名古屋ではないんですが、愛知県出身の私だけでなくアメリカも So excited、 I'm excited and so is America。 そこでみんなに質問があります。 1. Have you seen the film My Neighbor Totoro? この Have you はいわゆる完了形、何々したことはありますかという質問です。元の see、 見るという see ではなく seen という形に変えて使います。 Have you seen で、 film は movie と全く同じ意味です。 Have you seen the film または Have you seen the movie My Neighbor Totoro で、私の、隣のトトロという映画を見たことがありますかという意味です。2. Did you like it? 3. Are you excited about the new theme park? その答えをぜひ下のコメント欄で教えてください。ちなみに私の答えは Yes! Yes! Oh yes! アメリカ人からも愛される宮崎駿の世界。 Time Magazine でこうやってトトロのテーマパーク、Theme Parkの話題が載って、しかも Love it なんていう評価ももらって、日本人としてとても嬉しく思っています。なので今回はその話題をみんなとシェアしたくてこのビデオを作りました。 Thank you for watching. See you next time. Bye.